ミャンマーの伝統的格闘技ラベーの短距離も相手に那須川天心がどんな戦いを見せるか。そしてこの浜本那須川天心の首を刈ることができるか。そのためにラベーを経験し、そしてこの舞台にたどり着きました。 さあ那須川天心にとっては念願のキックルーレでの戦い、トーナメントという形。さあ早くも距離を潰してきた神童那須川天心。画面袖から左になりました。サウスポースタイルです。一方はオーストラリアスタイル。那須川天心を追いかけ続けてきた男、時はストーカーのように追いかけてきました。腕格闘技ラベー世界一浜本キャット雄太です。いや今回対戦相手を募集した中で一番乗りで手を挙げてきたこの浜本。田中さん、あらっと冷やしてると、はい、いきましたね。田中さん、どんな戦いを那須川が見せるかですよね。 どこまで逆に言うとね、浜本選手は、振動那須川天心相手にね、食らいついていけるかどうかっていうのが出来るかどうかっていうことだね。何回倒れても自分は食い下がっていくんだという話をしています浜本。ずっと体勢を迫ってきたんだね今までね。ようやくたどり着きました。ようやくライジンに那須川天心にたどり着いた浜本キャット雄太。どこまでいけるか。さあ一方の那須川天心、原田さん、迎え撃つ形になりましたけれどもね。そうですね、まあ、こういう声を食べるそうです。 ここで第1ラウンドが終わりました。まあ3分間ですから。